皆さんこんにちは。お掃除で幸せな奇跡を起こす開運お掃除コンサルタント姫川律です。今日は波動コンサルタントの桑名正則先生のオフィスに伺って、先生のお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。桑名先生は、はい、私 あのビジネスの先生で、はい、いらっしゃいまして、はい、もう先生につかなかったら私はこの仕事をしていないという、はいはい。ビジネスの先生であり、はい、波動の師匠であり、はい、でさらにこちらの、ね、そうですね、ミリオネアバイブレーション、はい、私こちらあのヒカルランドで、編集させていただきました、うん。ヒカルランドではこう担当させている、はいはい、著者の先生でございます、うん。さらに私はこのオフィスをお掃除はいはい、月に1回お掃除しに来ているお客様でもいらっしゃいます、はい、いつもありがとうございますありがとうございますはい、ちょっと今日は先生にお話を伺っていきます、うん。それではちょっと先生の方からお願いします、はいはい。皆さん初めまして、桑名正則と申します。YouTube では波動チャンネルというチャンネルをさせていただいてるんですけれども、こちらがもう燦然と輝いて、はい、はいはい。波動というものを使って、多くの人の人生を良くするっていうお手伝いをしたり、あと、会社のコンサルをしたりとか、はいはい、そういったことをさせてもらってます。でそれと、このミリオネアバイブレーションもそうですけれども、本も何冊か書かせてもらってるという、はい、もう何冊かというか、そうですね、何冊、はい、6冊、今6冊です、ね、6冊、はい、はい、ありがとうございます。そしてもう快進撃が止まらない、はい、ありがとうございます、はい、先生でございます、はい。今はもうあのチャンネル登録者も、ね、うん、そうですね、もうすぐ14万って、はい、ありがたいです、すごい、すごいお話でございます、はい。そんな桑名先生に今日は、はい、お掃除についてお話伺っていきたいと思うんですけれども、はいはい、波動コンサルタントの先生から見て、うんうんうん、そのお掃除、はい、お家のお掃除ですね、うんうん、っていうのはどんな風にちょっと捉えられてるのか教えていただきたいんです。めちゃくちゃ大事なんですけど、まあ、僕はもう姫川さんには僕の実態を全部バレてしまう、自分が、はい、僕はカミングアウトですか片付けは苦手なんですけど、ね、はい、まあ、だから毎月来てもらってね、掃除してもらってるんですけど、うんうん、掃除はめちゃくちゃ大事で、はいはい、で自分の波動、人は波動っていうものを持ってるんですよね、はい。なんかあの人、気が合う人のこと波長が合うって言ったりします、はいはい、うん。それって波動のことで、まあ、科学的には証明しきれてはないんですけれどもうんうん、うん、でもなんか人って第六感みたいなのを感じてて、はい、で自分の波動が合うもの、似たようなもの、ものもそうですし、人もそうですし、情報とか場所とか、はい、チャンスとか、うんうん、自分の波動と似たようなものを引き寄せるっていう、うん、そういう性質を持ってます、はい。で波動が高いとより幸せで豊かな情報とか現実を引き寄せるし、うん、はい、波動が低いとなんかネガティブな現実とかネガティブな人とかネガティブな場所とかと引き寄せ合うようになってくる、うんうん、はいはい。だから波動をより良くしていく方がいいんですけれども、その自分の波動はまず自分の状態がすごく大事で、うん、はい、自分の体の状態、心の状態、エネルギーってこの自分の周りオーラみたいなのあるんですけど、エネルギーの状態、そして環境の状態が影響するんですよね、はい。でこの環境の中に掃除に関わる住環境っていうのがすごく大きなファクターとしてあるんですよ、うんうんうん。だからこれら体、心、エネルギー、環境、これらのバランスで自分の波動っていうのが変わってくるので、はい、だから掃除はすごく大事な要素の一つですよね、うん。じゃあそういう、今4つですかね、はい、4つのうちの、まあ、1つという4分の1のところは、うん、はい、住環境が握っている、はいはい、そうですよね、うん、はい。じゃあそのお家をこうきれいにしていくことによって、うんうんうん、で、そういう波動が、自分の波動もやっぱり上がっていくっていう、はい、うん、共鳴し合うっていう感じですかね。はいはい、昔割れ窓理論という話がありましたけど、80年代のニューヨークで非常に治安が悪かって、うん、はい、でその当時の首相が、まあ、市長でいろんな政策をした中で、うん、割れた窓があったらすぐ修理する、はい、で落書きがあったらすぐ消すっていうことをしていたんですよね、うんうん。そうするともちろん他の警察官を増やすとかいろんなこともしたんですけれども、はい、そういう政策もして、うん、
やっぱあの窓が割れてたり落書きがあるとやっぱその波動が下がっちゃうので、そしたらあなんていうのかな、暴力的な自分が出てきたりするから、はい、あの治安が悪くなる。で実際それをしていくと治安が回復したっていう話もあって、なるほど、やっぱあのその環境を整えるっていうのは、うんまあ、すごく大事ですよね。うん、人の心とも、はい、ね、人の心がすさむっていうことですよね。うん、お家であっても、はい、やっぱり一緒ですもん、ね、汚ければね。お家の方がやっぱ大事ですよね。そうですね。だって寝たりね する場所ですから、はい、うん。お家をそうやってなんか正常な空間にしていくと、うんうん、あの神社的な扱いに、うんうん、していくと、その神様との関係も、ね、はいはい、出てくるって、はいはい、いうことなんですけれども、うん、どんな風な、うん、神様どうのそのつながりとか、まあ言うと、うん、日本の家って、はいはい、家入ったら靴脱ぐじゃないですか、うんうん、あれ何かっていうと、日本の家の考え方って、はい、家の中に神様をお迎えするっていう、考え方なんです、はい、そういう作りをしてるんですよね、うん、で、お正月はね、締め飾りとか作ったりとか、 あれは年神様っていう神様をお迎えることだし、はい、だから考え方としては家の中に神様をお迎えして神様と一緒に住むみたいな、そういう考え方なんです。確かに神棚ね、あ、そうですね、作り、ね、まあ、そうそうそう、すみません、我が家ではないんですけど、まあ、ない人もいますけど、はいはい、だから、うん、家に帰ったら昔、うん、最近する人少ないかもしれないですけど、はい、でも家帰ったら、まあ、靴脱いで靴の、はい、足の裏拭いてとか昔はしてたんです、うんうんうん、で手洗いうがいって今健康でやったりするんですけど、はい、あれって実はあの神社でいうお手水と一緒なんです。手と口を、はい、清めて入る、うんうん、なんか本当に家の中を神社にするっていう、そこに神様をお迎えするっていう、うんうんうん、じゃあちょっと神聖な場所みたいなイメージでちょっと暮らしていくと、うん、やっぱり神様といい関係が結べていくっていう感じですね、うんうん、それで結構じゃあゴミ屋敷とかお部屋とかになるとまあちょっとその神様の質も下がるよみたいな。神様も波動的に言うと、波動の高い神様から波動の低い神様っていうのもいらっしゃるんですよね、はい、で日本的に言うと、まあ神様ってあの日本の最高神はアマテラソみたいなって言われますけれども、はい、いろんな神様がいて、波動が下がってくると貧乏神とか、疫病神とか、死神とか、はい、そういった神様もあの神様なんですよ、はい、うん、だからそのどの神様が入られるかって、うんうん、家の状態に応じて変わってくるんですよ。うんですよね、はい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 、そうするとやっぱりあのいい神様に、うん、あのね、来てほしければ綺麗、ね、に保つということですよね、はい、しといた方がいいですよね、はい、多分桑名さんは、はい、あのすごいゴミ屋敷とかって入ったことないと思うんですけれども、ね、はい、あの私は結構ねお仕事で入ったりすることありますけどはい、はい、やっぱり持たないですもんね。うん、1時間いたらもうクラックラになりますよ。そうでしょうね。うん、ですからやっぱり気ね、波動が低いところでずっといるっていうのは非常に苦しいものでは、うん、あると思いますね。そうやって神様と縁を作っていくんですけれども、やっぱりなんか神様といい縁ができたところでですよ、いきなりこう何ですか、宝くじがドバンと、ね、当たったりするわけじゃないんですよね。はいはいはい、そうですね、あの、うん、神様ってね、あのご縁つなぎをしてくれるんですよ、うんうんうん、それは人とのご縁だけじゃなくて、はい、場所とのご縁とか、うん、機械とのご縁、はいはい、をしてくれる。だからあの、仏教用語で、縁起っていうのが言葉があるじゃないですか、はい、うん、あれって縁から起こるって書いてある。そうですね、はいはい、だからその縁をつないでくれるのが神様仏様がしてくれるもの で、うん、で宝くじみたいな一気に大きなお金っていうよりかは、うんうん、運が良くなる時ってまずなんか今までとちょっと違うなっていう、うん、兆しみたいなのから入ってくるんですよね、はいはいはい、それが数珠つなぎになってくるので、うんうん、なんかそういうちょっとした幸せとか、うん、ちょっとしたなんかいいことっていうのに敏感になって、うん、でその気になってくるっていうのが大事ですよね。なんか結構多くの人は、はい、あの運が良くなったっていうのはこういうことみたいな決めつけてるのあるじゃないですか。そうなんですよ、大金が入ってくるとか、うん、はい、でもそれって実は兆しがあるんですよね、うん、で大金じゃないかもしれないけどちょっとしたビジネスチャンスになったり、はいはい、ちょっとした
あの今まで会ったことのないようななんか素敵な人との出会いだったり、うん、で逆に言うと出会いの前には縁切りがあったり、なるほど、嫌な人との、そうなんですよね。だ結構それをなんかお掃除始めたのになんか嫌なことが起きるんで、うん、もうやりたくありませんとかいうのもあるんだけど、うん、意外とそれが、うん、そうそうそう、だから日差しだったり、あの縁切りで言うと、嫌な人が離れていくっていうのもあるんだけれども、はい、自分はもっとこっちの仕事がいいのに今こっちをしてるっていう時には、うんうん、この仕事の縁が切れるってこともあるんですよ。なるほど。そしたら、うん、この人は仕事を、うん、例えば派遣社員で契約解除って言われてショックかもしれないけど、うんうんうん、実はこっちに行くためのそうですね、きっかけのこともあるんですよ。はい、そうですよね、はい、いや実はその話も全く同じ話が私の知り合いにいて、はい、その人あのこのですね、このシールを貼ったら、うん、シールをコンピューターに貼ったら、うん、あのその縁切りが起きて、はいはい、その週のうちに独立したんですよ、うん、すごい、すごいことが、はい、うん、まあ、その方は私のお客さんだったので、はい、お掃除もされてて、で私がこれ出たので貼ってねって言ったら、うん、はい、そんなことも起きますので、すだからその時は、うん、貼ったのになんでって言ってたけど、うん、もう急転直下、はい、新しい道がバーンって開いたんですよね。だからそういう、うんうんうん、何か兆しがちょっとね、うん、あったりするのを、そうですね、うん、喜んでいった方がいいですよね、うん、なるほどね、はい、キャッチする力もそうすると必要ですかね、うんうん、はい、それが本当にあの大金に変わっていくので、うんうんうん、はい、じゃあ焦るなっていうことですね。そうですね、うん、そのやっぱり呪術なぎの先のところが出るので、うん、はい、そのとっかかりを上手に引っ張る、そうそうそう、はいはい、というところだから、引っ張ってる間に何もいいこと起きませんっていうのはちょっと焦りすぎですね、うんうん、そうですね、はい、私あの毎日お掃除をこうコツコツ、玄関水拭き続けて毎日続けてくださいねって言ってるんですけど、そういったこの何ですか、毎日コツコツみたいなところは、どうですかね、波動的 なんか意味ってありますか、うん、もしくは、まあ、あのエネルギーでもいいんですけど、うん、やっぱり、うん、あの毎日してないとやっぱ汚れてきますよね、うん、あなるほどね、あの、うん、見た目には分かんないんですけど、うんうんうん、だからあの先ほど家の中を神社と同じようにという話はしましたけれども、はい、宮司さんって毎日ね、うん、お掃除して、そうですね、毎日その中で祝詞を唱えてっていうことをされてるんですよね、うんうん、はい、だからあの聖域の状態っていうのが持続されるんですよ。でほっとくとやっぱり乱れてくるというか、そうですね、でエネルギーも循環させてないとよどむんですよね、うん、あの、はいはい、水と一緒で、うん、池の水とかってやっぱ汚くなってくるじゃないですか、はい、川の水はきれいんだけれども、うん、あれは流れているからで、はい、やっぱとどめてるとよどむっていう性質はありますよね、うんうん、なるほどね。で僕もお清、はい、あのお掃除じゃなくてお清めとか、はい、あの体の周りのエネルギーの浄化とか、あそれをさせてもらったりもするんですけれども、うん、何かあった時の特別なスキルとしてそれを捉えてる人って結構多いんですよ。なるほど。最近運が悪いとか、うん、最近体が疲れてるとか、はい、だから浄化しないとみたいな、でもそうそう、こう落ちてきてあげる、はい、そう落ちてきてあげるみたいな、うん、そう、うん、僕は言うのは、いや浄化は当たり前の習慣だよと、はいはいはい、で病気もあの病気になってからわーわー騒ぐ人も、まあ、それがほとんどなんですけれども、うんうん、実は健康な状態があって病気ここに向かってずっと下がっていってるんですよ。でここで下がるんだけど、うん、はいはいはい、この間を未病って言ったりしますけれども、はいはいはい、そこ自分では気づいてないけど本当はネガティブな状態が本当は起こっていってるんですよね。うん、小さいネガティブを積み重ねちゃってる。そうじゃなくてこの状態をずっと続けるっていうことをしとけば、うんうん、常にあのいい状態が保たれるんですよね。なるほど、そうですよね。だから掃除だから、うん、薬病神や貧乏神に疲れたり家がその状態になったら、はい、なかなか難しいじゃないですか。大変なんですよ、ね、うん、ね、そうならないようにコツコツやった方が結果
あのエネルギー的に労力的にもすごく少なくて済むから、はい、だから常に習慣にしとくっていうことは大事ですよね。なるほどね、うん、じゃああのやっぱりこうね 1年に1回の大掃除でこう落ちたのを牛、うん、落ちたのを牛よりは、うん、まあずっとやってた方が、はい、あの、ね、高い波動はキープできるっていうことですよね、はいはい、体と同じと、はい、はいいうことでございます、うん。私ゲストに来ていただいた先生方に同じことを聞いてるんですけれども、うんはい、トイレ掃除と金運って、うんあはいはい、なんか関係あるって巷ではよく言うじゃないですか、はいはい、それの理由って何だと思います？あ、まあ、金運もそうですけど全体的に上がるんですよね、うん、そのあトイレ掃除あの、ねうん、実はお金もチャンスも人が運んでくるんですよ。ほいほいほい。だから金運もちろん上がるし、うん、人の縁、人との出会いの運が上がると金運も上がる、うん、全体的ですけど、うん、あの実は、まあ、トイレとかって、人の排泄物が出る場所なので、うん、結構汚れやすいんですよね、はい、でそこを放置してると家全体の波動が低くなるんですけれども、はい、で、実はトイレに薄様明っていう神様がいらっしゃるんですよ、はい、で浄化力の強い神様でなるほど、そこのトイレを清めておくと、そもそも浄化力の強い神様がいる場所だから、はい、だから家全体もトイレきれいしとけば、うん、その力がトイレだけじゃなくて他のところにも、うん、あの影響するから、うん、だから家全体の波動が上がって運気が上がるんだろうなって僕は捉えてますね。なるほど。じゃあ、はい、薄様明王の余計な力を、うん使わせないようにっていう感じですかね。そうしたら他にも使えるので、そうですね。はい。じゃあ薄さまお掃除をすることが薄さま明王の、うんお手伝いをするので、うんうんうん、別のところで力を発揮してくれる。はい、そうですね。なるほど。だと思いますけどね。うん。じゃあちょっとトイレ掃除をするために、はい、あの薄さま明王手伝わせていただきますって言いながらやるといいかも。うんうん、そうですね。そうなんですね。うん、はい。床に関してもちょっと伺いたいんですけれども、うんうんはいはい、神社的な考え方で言うと、うん、やっぱ、床で、まあ、入り口入ってきた時に足の裏掃除するみたいな、ねはいはいはい、話を先ほどしましたけれども、はいやっぱ、外の邪気っていうのを持ち込んじゃうんですよね、僕たちは。なるほど。だから床を掃除することによって外から持ち込んだマイナスのエネルギーというのはやっぱ清められるので、本当ねそういうちょっとしたことで変わるんですよね、うん、波動って。そうなんですね。それを掃除しておくと、うん、結構いいし、あともう一つ言うと、うんはい金運にも関係してくるんですけど、はい、これは家だけじゃなくて自分自身もなんですけど、うんはい、ピカピカにした方が金運って入るんですよ。輝かせる。輝かせる。光ってるものが好き。そうそう、うん。自分の肌ツヤを良くするとか、はい、髪のツヤを良くするとか、うんうん、ピカピカしたものを身につけるとか、はい、そういったことで金運上がるんですよ。なるほど。なんか床を磨くのは金運アップっていうのにもやっぱり関係してきますよね。光らせるっていうのが、うんうんはい、いいということですね。はい。ありがとうございます。じゃあこんなところでよろしいでしょうか。はい、はい、先生と、うん今回コラボをさせていただいておりまして、はいはいねはい私もなんと先生の波動チャンネルの方でお話をさせて、はい、いただいておりますので、はいそちらの方もぜひご覧ください、はいはいあと概要説明欄に先生のチャンネルもその他、うんうん、URL ありますので、はいはい、ありがとうございます、はい、皆さんご覧くださいませ、はい、ありがとうございます。はいそれでは今日は、いろいろお話伺わせていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆さんさようなら。ありがとうございました。